アメリカ合衆国出身のバスケットボール選手である。ポジションはセンター。身長213センチメートルの、いわゆるセブンフッターである。アメリカ、ベーシティ出身。NCWA ウェイクフォレスト大学では在学中に、リバウンド594、ブロックショット114回を記録した。500リバウンド100ブロックショットを記録した選手は、同大学史上を9人目であり、 ブロックショット数は大学歴代8位の記録である。卒業後、NBA サマーリーグでヒューストンドケッツの一員として2試合に出場したが、NBA のドラフトでは指名されず、バドルのスプリングフィールドアーマーに入団26試合に出場し1試合平均10.5得点、リバウンド5.77を記録した。翌2011年には同年、 BJ リーグに加入した横浜 B コルセアーズと契約した。横浜ではジャスティン・バーレルと共にリバウンダーの役割を担い攻撃面でも1試合平均9.9得点を記録した。2011年12月11日のライジング福岡戦で記録した20リバウンドと2012年4月8日の秋田ノーザンハピネッツ戦などで記録した4ブロックショットは チーム史上最高記録となっている。この2011から12シーズン、横浜は加入初年度でファイナルズに進出し、3位に入賞した。シーズン終了後は、ウルグアイのボヘミオスで7試合に出場した後、再びインバドルスプリングフィールドアーマーに戻り、翌2013年にはテキサスレジェンズに移籍、両チームで合わせて19試合に出場した。2013年7月、 秋田ノーザンハッピネッツとの契約に合意。同年10月27日の新州ブレイブウォリアーズ戦では25得点を挙げ、このゲームの MVP を受賞した。2014年1月18日の仙台十9アーズ戦では22得点、18リバウンドを挙げ、延長戦では、試合の流れを決定づける、リチャードロビーへのアリウープパスを決めた。しかし、 2014年3月8日の新潟アルビレックス BB 戦で新潟のロドニーウェブに顔を殴られた上、倒れたところでさらに後頭部を蹴られ鼻と顎を骨折した。ウェブはこの直前にマクファーランドの肘が何度か顔に当たり激光したと主張した。この怪我によってマクファーランドは戦線離脱を余儀なくされ3月29日の仙台1 9 アーズ戦で復帰するまでの間5試合を欠場した。復帰戦は、フェースガードを着用して6分間出場。以後フェースガードをつけたままで出場を続け、チームは準優勝した。2013から14シーズン終了後、秋田との契約は更新されず、マクファーランドは2014年9月に、ウルグアイのオリンピア・モンテビデオと契約した。中通りサティスファクションというお店で、 チェイスバーガーというメニューが2018年現在もある。ABCD チャス・マクファーランドビオ。ウェイクフォレスト大学。2013年11月8日閲覧。チャス・マクファーランドプレイヤープロフィール。リエルム。2013年11月9日閲覧。BJ リーグファイナルズプレビュー。フジテレビエンジョイ。スポーツ。2013年11月10日閲覧。 秋田 NH 新戦力2013から14シーズン。秋田イサオ新報。http コロンスラッシュスラッシュ www.sakigake.jp スラッシュ p スポーツスラッシュ happ i nets スラッシュフィーチャースラッシュニュメンバーズ2013から 14? アーティクルレゴ JSP2013 年11月10日閲覧。 BJ リーグオフィシャルガイドブック2013から 2014BJ リーグ2013年10月4日記録は2013年9月30日現在のもの ABASIABASKET.com2013 年11月9日閲覧外国人選手契約基本合意のお知らせさん秋田ノーザンハピネッツ http://www.plus-blog.sportsnavi.com スラッシュ eikita-pr-o スラッシュアーティクルスラッシュ20162013年11月9日閲覧結果速報。10-27ホーム第3節 vs 長野線秋田0秋ザンハッピネッツ。 2013年11月10日閲ずらん。北吉忠田田。NH 仙台川相も大津ゆ敬延長戦突入。秋田伊佐新報 NH106 得点2位がタ秋田伊佐新報 NH2 位がき放す連日の100点ゲーム。秋田伊佐新報 AB。NH 逆転仙台撃破。秋田伊佐新報オリンピアサインズチャスマクファーランド。 x アキタ n h a s y a b a s k e t c o m 2014年9月15日閲覧ラムズ78ジェイスバーガー2018年8月8日閲覧ありがとうございます